琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、作家の小原武史と、監督の平和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週はね、平監督をお招きして、いろんな話を聞いてるわけですが。ありがとうございます。今度のドラマナイトは、三振有利と、気がずんと、そして、サーダカーという話が最終話でございます。サーダカーって、まあ、皆さん、多分沖縄の人は聞いたらすぐわかる。ですよね。これでも結構やっぱポピュラーなんです。僕、意外とやっぱりそんなピンとこなかったんですよ。サーダカー。サーダカー。まあ、要は、幽霊見える人って意味。そうそう。ってことですよね。だから、まるまるちゃんってあそこで幽霊見たってよ。まるまるちゃんってサーダカーだからさって言ったら。だからよってなるでしょ。ならない。なってよ。幽霊見える人って。まあでも、今回僕がこの3話目のテーマにしたのは、まあ、家族の話っていうのが一応メインのテーマ、家族の、うん、まあ、喪失を受け入れるまでの話なんですけど、はいはいはい、僕、見える人の気持ちを考えた時に分からなかったんですよね。見えない人なんで僕が。見えない人。でも、常時見えてて、で、常時見えてる人と全く見えない人が一緒に暮らした時に、起こりうるであろうことを描いたっていうのがあって、なるほど。そうですね。まあそれはちょっと今回ドラマ見ていただければなと思うんですけど、まあそういう話にしました。わりかし見える人多いですよね、沖縄の。多いですね。ですね。この沢高のラインとかあるんですか？ここがラインというか。ライン線引きはどうなんだろう。結構みんな普通に幽霊見たとか多いお話聞いてるとね、あそこの雰囲気はね、空気がどうの。言ったら俺も心霊写真撮れたことはあるんですよ。はいはいはい。だから、でもそれって幽霊見たっていうジャンルに入るのかどうかっていうのはあるんですけど。沢高って言葉、なんか幅が広いんですよ。案外ね。だから、幽霊見たり、物音を感じたり、なんかこの場所を、この部屋ちょっと入っちゃいけないみたいな気がするみたいなのも含めて沢高なんですよ。なんかこの世ならずの、この世で、じゃないものの気配を感じられるとか、なるほど。まあ、幽霊を直接見れるとか。まあ、言わないけど、ね、死んだ人と話できるとかいうのは、沢田川じゃなくて、あれはユタですよね。ああ、まあ、なるほど。ちょっとまた一個違う能力ってことですよね。そうそう。ユタではないけど、まあ、普通の人とユタの中間ぐらいかな。ちなみに神崎さんは沢田川なんですか？いや、全然。ほんま見たことがない系ですね、だから。更新なんか持ってのほかというか、持ってのほかというかね。いや、でもドラマの主人公はじゃあ、どっちかというと言った？今回主人公3話とも実は別々の主人公なんですけど、まあ、一つの家族が、ずっと出てくるんですけど、1話目が、娘が主人公。で、2話目が、まあ、お父さんが主人公。で、3話目は、多分、まあ、お母さんが主人公ではないけど、まあ、娘が主人公であるんですけど、そのそれぞれ描くキャラクターが違ってるんですけど、そのうちのお父さんだけ全く幽霊が見えないっていう設定なんですよね。これがミソですよね。そうですね。まあ、僕、今回のドラマ作った時、やっぱ共感してもらうとしたら視聴者なんですよね。まあ、もちろん。で、視聴者に共感してもらうためには、全く見えないお父さんをどう描くかっていうところが大事だったので、最終話はそのお父さんにちょっと焦点当てて、最後の展開にしたんですけど、ちょっと見てもらえたらなとは思いました。まあちょっと感動するストーリー展開になってますんで、ぜひね、楽しみにしていただきたいなと思います。8月9日、はい、オンエア OTV になっておりますので、はい、ぜひぜひご覧いただければと。はい、よろしくお願いします。今夜のワイドは神崎秀俊と小原武史と平和弘でした。夏の夜を怪しく照らす妖怪たちがやってきた。妖怪を見つけてスタンプをゲット。紫村琉球妖怪。時々本編ドラマに出てくる霊の見え方ってどう？あれは一応なんか研究した。俺は、まあ、もちろん、小原さんに聞いたりとか、小原さんに紹介していただいた幽霊、実際見える方とかに聞いた話だったりとかして、でも、
なんか、まちまちっぽいんですよね。はいはいはい、あの、見え方が、やっぱり、その、ぼんやり見えてたりとか、影で見えてたりとか、うん、実体として見えてたりとか、話しかけてきたりとか、うん、逆にこっちからコンタクトしようとしないと触れない、見えないだったりとか、あるので、うん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 、なんか僕はそれは、タイムスリップの定義と一緒で、まあ、作る、あの、創作側の人間の定義で決めちゃっていいんだろうなっていうふうに思ってはいて、ただやっぱ、どの見え方がリアルですかっていう質問を見える人に大体、映画の見え方が、ってなった時になんか、結構その、あの、インドネシアの映画の愛っていう映画。角膜移植をしたら、その女の子が幽霊が見えるようになってしまったっていう映画なんですけど、あれの見え方めちゃめちゃ怖いんですよね。あれの見え方すごい近いよみたいな、なんか話、ネットとかで書いたって言って、あんな見え方するんだったらもう、やってられんと。思いましたけどね。どんな見え方？いやもうなんかいるんですよ、そこに。スッと。いる。リアルな感じでいるっていうの？いや、もうなんかあれ、やっぱ撮り方がすごく上手で、オキサイドパン監督の出会いって映画なんですけど、なんていうんですかね、明らかに普通じゃない存在として、でも普通にいるみたいな撮り方なんですよね。その、まあでも今回はそういう撮り方は別にしてないんですよ。うんうんうん、ちゃんと、まあ分かりやすく怖くっていう感じで作ってるんですけど、はいはい、あれはすごく面白い映像表現でしたね。うんうんあれもそうでしたね。シックスセンスとかも。あれは結構リアルですよね。あシックスセンスとかもすげえ怖かったな。古い。あとなんかその、幽霊は平面的に見えるって言いますよね。ああ。そういう人もいるんですよ。モノクロに見えるとか、はいはいはい、かき割りが動いてるとかね。あ見え方はそれぞれ違うから。だからこの間その入院した時僕がその幻覚見たパターン、はい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 、あれはだから言ったの日和さんに寄せると大体まあそれは見えてるねって言われたんですよ。だからここら辺に人がいるの子供がいるのは分かるんですけど、うんうんうん、見ると消えちゃうみたいな。ああ。またやるとここら辺にぼーっといろいろ立ち上がるんですよ。まあなんかそう訓練するとずっと見えるらしいですけどね。言ってたけど訓練せえへんけど。そんなこと、ね。したらいいのに。すればいいのに。すれば。それから言うと、そうそう、今回のトラウマのね、例の動き方が、描き方が、別に CG 使わずにというか、うん、なんかスケスケっぽくもせず、ね、ちゃんと役者さん使ってやったの、あれ面白いなと思って。まあ、予算がないだけど。でも逆にリアルっぽいじゃない？なんか、ああいう本当に立ってる感があるっていうのはね。うん、なんか今回僕、とある、シーンの終わりで、うんうん、幽霊を、まあ、娘、幽霊っていうか、まあ、あるキャラクターを娘がポッと見つけるシーンがあるんですけど、うんうんうん、足から見ますからね。まあ、足はあるんだ、ね。足があるんですよ、もう幽霊だけど。ちゃんとサンダル履いてるし、みたいな。僕の見た、その幽霊見た人のインタビューした中では、うん、足ありますよ。ああ。うん。あ江戸時代とかですよね。うん、足のない幽霊って。ひょろひょろひょろって煙みたいに消えちゃってるんですよ、ね。そう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 。お化けって感じですよね。かわいい。うん。あの大抵足はあって、首がないとかありますね、よくね。ああ。そっちの方が嫌だな。うん。足あるけど首がないの方が嫌だな。で、そのさっき神崎さん言ったように、うん、こっちに集中したら見えないんだけど、まっすぐ見たら横にいるのがわかるとかね。なんで？視界で見てないんですよ。この目で。ああ、なるほどね。意識で見てるというか、多分そんな感じやと思うんですけどね。はいはいはい。うん。めちゃ、まあ、それができる方が沢田かん。ああ。なるほどな。だから今回、だから、ちょっとレジェンドだけどリアルストーリーっぽいなと思った。ああいう幽霊がポンポン出すんで、そういうリアルストーリーの要素も入りながら、レジェンドも入ってて、ちょっと面白い展開ですね。さっきプレビュー見たんですけどね。確かに、あれですね。マジムンっていうよりかは、ちょっと、いわゆる現実世界の地続きの霊みたいなのも、ちょっと多めに出してる気がしますね。沖縄、なんていうか、水木さんとか柳田国夫先生の言ってる妖怪というものは、はい、どっかその現実から切り離された異界の住人なんですけど、沖縄のマジムンっていうのは、このリアルに今、人間と同レベルの世界にいるんですよね。そうそう、だから別に切り離されてもないし、異世界でもない。それはすごく沖縄っぽいかなって、沖縄のホラーっぽい感じですよね。うん、なんかね、
まあ、普通に三振買ったら、三振揺れがついてくるし、うん、あの、海辺で夜中泳いで遊びに行ったら、気がずに追いかけられる。いや、だから本当に沖縄の、その、いわゆる霊的な部分と近いなっていうのを僕は、最近になってちょっとずつ理解してきて、うん、その、この間、あの、ミラクルシティ小座でもお世話になった、うん、あの、オーシャンっていう、この、カフェがあるんですよね、タコス屋さんがあって、はい、そこに僕結構行ってるんですよ。2週間に1回ぐらい、うん、普通に飯食いに行ってるんですけど、うん、その時に、店長のヤラヤッシーさんが、うん、で、普通に会話の中で、うん、その隣に座ってた年配の男性の方と喋ってるんですよね、うん、僕とも話しながら。そしたら、この間を、どこどこの何々が来たんだよ、遊びに、つって。だから、お前はもう死んでんだから帰るって言ったよ、って言うんですよね。で、なんか、急に怖い話しとるやんと思って。で、だからな、あいつたまに来るよな、みたいな、なんか話をしてて、で、その、お店の他の人とかも、なんか普通にわーって笑うんですよ。で、俺もその時は、普通に受け入れるというか、あ、なんか、遊びに来たんだな、この店に。多分昔から知り、めっちゃ仲良かったんですかって、いや、そうでもないよ、みたいな。全然別に仲良くないけど、あいつ来たからさ、うん、みたいな。自分が死んでることも気づいてないんだよな、みたいな話をして、で、普通に帰っていくっていうのがあるんですけど、なんかそれが普通に会話の中で出てきて、普通に日常会話として成立する島なんだなと思って。うん、そう、なんか。普通にそういう話するもんね。してますね。うん、なんかおかしいことあったら、奥様連中はユタに行くし、おばあちゃんと一緒に拝みもするし、うん、まあそれが普通ですよね。うん、だから地続きなんですよ、沖縄は。うんうん、だから僕、今回このドラマの大きい目的としては、やっぱり放送が、お盆の直前じゃないですか。このドラマ見た後にお盆を、やると、なんか少しちょっと変わった、いつもとは違ったテンションでお盆を迎えてほしいなっていうのはあって、はちょっと作りましたね。なんか、死者の、あり方とか、その迎え方とか送り方みたいな部分が、ちょっと、その、キャラクターの受け取り方で変わってくると思うので。そこはちょっとね、ひねったというかね、うん。ああいうドラマがね、もっと、あった面白いなと前から思った。そう、沖縄チックなその霊と、その、あの世この世が一体みたいな、普通にその霊の話がしてる中で起こる人間ドラマみたいな。今回のトラマンド結構それに近い雰囲気があって、すごい面白かったですね。絶対面白いので、まあ、YouTube 見てる方ね、本土の方とかは、TVer でね、そうですね。やりますからね。うん。ぜひ見ていただきたいなと思っております。ぜひご覧ください。はい。今夜の相手は神崎秀俊と小原武史と、平和弘でした。 YouTube のチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中、詳しくは概要欄まで。